当にあれだね。俺と結婚してくれないか。モンスターだね。俺の嫁さんになってくれ。こんな話でよければ。そうか、ありがとう。仕事なんてやめてさ、あの嫁さんになるのが一番だと思うんだけどな。この人が吉田さんってね、ボケてますね。はい、見入ってるね、やっぱり女の子たちがね。いい演出ですね。見入りますね、理屈抜きで。奥さんが、あの不揃いのリンゴのあのラブシーンをしてた意味が分かりましたね。あれはね、その先言うなっていう口を塞いでるわけだよ、時任三郎さんが。演出はすごいなと思いました ね、 僕、 ね、僕見てて思わず自分が、口閉じちゃいました、俺は関係ないのに。珍しく黙ったね、あの時は。あのほら、リアルじゃないですか、よくあるんだよね、ラブシーンで。やっぱりこう実生活に考えてこう照らし合わせてみても、ね、若い時に、あの喋ってる時にこう男の方が能動的に相手の口を塞いでしまう、で女性がうって息を詰まらせるって感じですか。僕は経験ないんだけどさ、そうで口が塞がれてるから、あの女性の鼻息が顔にかかるんですよ。それが何とも言えなくガッと高まる口をするんです。全部分析するんだよ。あ、そうです、すみません。シロさん、その辺どうでしょうか。これはね、大変スタッフが凝ったね、あのシーンのという話だったんですけど、いや、あのね、お待たせいたしました。最終集計がまとまりまして、200人のオペレーターがいただいた皆様のお電話の数、総数が 18,127 本。本当の電話、ありがとうございました。すごいよ、いよいよこの日の BS 番組のベスト10が発表になります。どうでした、この方とずっと歌い続けていらして、今1位の感想は。いや、 やっぱりもう本当に嬉しいですね。よかったですもん。そうですか、はい、そうです。いい家かどうか、そこに住んでいる人に聞いてみるのが一番正しい。いい家であり続けること、日赤ハウス。家族のいないご家庭では、新しく出た特本 A を貼りましょう。肩こりには肌に優しい特本 A。 特本、いやー、チーズチョコとクラッカー、この組み合わせ、何かうちらに似てるわ。あ、かよ、運命の出会い、チーズチョコとクラッカー、カネボーチーズチョコクラブ。つまりこの真ん中にはすごい力があります。真ん中のパッドがギュッと閉じ込めて逃がさない、だから横に漏れない。全然平気。資生堂メッシュセンターイン、すごいですね。パンが作ってもごちそうになる。お箸の国の母だもの。おいしいわ、優しい、お箸の国の本出しです。味の素